今回は3月15日と16日に行われた楽天とのオープン戦を振り返っていきます。うだうだ言ってても仕方ないんで早速見ていきましょう。はい、まず3月15日の試合、3対14、言うまでもなく大敗です。まあ大敗した理由は紛れもなく山岡投手の大炎上でしょう。4回被安打10、2四球の7失点。まあこんな投球されたら普通心配になりますよね。私もそうなりました。ただそんなファンの心理とは裏腹に、中島監督は内容は良かった、大丈夫と太鼓判を押し、山岡本人もやりたいことができた、失点は想定内です、監督と話して試したことが重要と謎の言葉を残しています。もうわけがわかりません。とはいえオープン戦の段階で選手監督が納得しているんなら別に問題ないかなとも思うんで、内部事情を知らないファンが山岡はオワコンだの先発失格だの言うのは違うのかなとも思います。 T 岡田2四球1長打調整順調、怪我でオープン戦に出遅れていた T 岡田選手ですが、2回の打席で田中将大からツーベース、他の打席でもフォアボール2つを選んでいました。ボールもよく見えていましたし、甘い球をしっかり捉えることができていたと思います。本人もあとは感覚をしっかり養うだけとコメントしているんで、開幕はなんとか間に合いそうですね。いや本当に良かった。紅林光太郎地元凱旋、めったな機会でもなければ普段プロ野球の試合が行われない静岡でのゲームで、静岡出身の紅林選手が見せてくれました。5打数2安打の1打点、次の試合でもヒットを記録し故郷に錦を飾ることができました。オープン戦も絶好調ですし、今シーズンは本当に期待できそうですよね。そして16日の試合、この試合も0対3でオリックスは敗れてしまったんですが、テスト入団した中村雅史選手が先発しました。ただこの日の試合では制球に苦しみ4回3失点、捉えられた打球が多かったんで今の状態で1軍で見たいとは思えませんでした。ただ彼がチームに合流したのはキャンプの後半で、まだ状態も上がりきっていないのかもしれません。本人も自分の球が投げられれば全然通用しないという感じではなかったと語っているんで、ここから状態を上げていってほしいですよね。吉田正尚復調のマルチヒット、復帰後なかなかヒットの出ていなかった吉田選手ですが、この試合で久々のマルチヒットを記録しました。打線の核である吉田選手の活躍はチームにとって不可欠、また吉田選手は一度調子をつかむとなかなか調子を落とさない選手でもあるので、これはこの試合における数少ないポジ要素だったと思います。本人も今日は体の感覚的に良かった、しっかりと実戦に入っていけているのかなと思うと語っているんで、もう安心していいのかなと思いますね。打線は噛み合い悪く無得点、この試合は全体の攻撃を見たところちぐはぐさがありましたよね。オープン戦特有の試す采配があったとしてもチャンスで2併殺打、1、2番が1出塁で、その1出塁も福田選手の最終打席のライト前ヒットのみ、少し寂しいですよね。チャンスメイクという部分でも、勝負どころの1本という部分でも、もう少し求めていきたいところです。全体的に噛み合っていませんでした。中島監督は今までは選手の調子を上げることでしたが、あとは点の取り方だと思うと語っているんで、次の阪神戦は本番さながらの点の取り方、相手投手の崩し方、采配に期待したいところですね。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。